を拠点に活動しているダンスボーカルアイドルにとって言ったんですけど、ラブ&ピースをコンセプトに福岡から全国そして世界へ、いや宇宙へ、夢と希望を持って進化と革命を起こしていこうというグループです。今回のサードシングルは、はい、レブ初の両 A 面シングル で今までのレブと曲調もちょっと違っていて、来年に向けてどんどん攻めていこう、どんどんチャレンジしていこうという気持ちを詰め込んだ6曲になっていますので、今日はそんな私たちレブを皆さんにお見せできたらなと思っています。はい、それではじゃあ早速メンバーの自己紹介をしたいと思います。やった。はい、高橋ななみです。みんなと一緒にキュンキュンしたいじゃん、高校1年生なっちです。はい、藤本玲奈です。好きなものは二次元牛乳が大好きすぎます。中学2年生14歳最年少の玲奈です。はい、力石ななみです。アクロバット大好き、たこ焼きほっぺのちかならです。はい、西岡優奈です。お騒がせおっしゃいおっしゃい。ありがとうございます。ブログでは頭痛、腰痛、肩こりがよく出てきます。18歳おばあちゃんアイドル、西岡優奈です。はい、今井ひとみです。皆さん一緒に志お願いします。博多娘の志、レブのビタミン、ヒトミンで覚えてください。今日はメンバーみんなで皆さんをレブ色に染めて帰りたいと思います。リーダーのヒトミンです。はい、秋山美穂です。親しみやすさをもっとにみんなにもっとラブを届けます。疲れた時はミポリンに会いに来て。ミポリンこと秋山美穂です。はい、皆さん行きますよ。神様、仏様、神様、ありがとうございます。ぜんざい大好き、意外と和風な15歳橋本環奈です。はい、篠宮なぎさです。海辺の渚のように美しくおでこがジャムポイント超乙女の男前女子、16歳篠宮なぎさです。はい、わしのように羽ばたきたい、わしおみきです。私がこうしたらエクボに恋してお願いします。みんなに恋して、エクボに恋して、ありがとうございます。大人クールなスキルリーダー、ミッキーです。はい、こうやほなみです。ここにいる皆さんの声を聞かせてください。手拍子お願いします。三のがはい、ビーバーといえばほなみ、眉毛といえばほなみ、福岡といえばほなみ、ありがとうございます。高野豆腐ではなく高野ほなみで覚えてください。16歳ほなみです。イエイ。はい、古澤咲です。今日は皆さんに咲の愛をプレゼントしに来ました。中学3年生古澤咲です。はい、橋本ゆきなです。皆さん大きな声でお願いします。ウッキーラッキー、私はウッキー、ありがとうございます。皆さんに幸せを届けに来ました。ゆきこと橋本ゆきなです。そしてなんと12月23日、ゼップ福岡
そして12月29日にここ東京のゼップダイバーシティにてライブ&ピースボリューム2ワンマンライブをさせていただきます。イエーイ、はい、ありがとうございます。そうなんです、あの12月23日ゼップ福岡はクリスマスイブイブということで、うん、何かみんなやりたいこととかある？クリスマスイブイブだよ。いやそれもクリスマスのことでしょ。それはそうだ、ね、やりたい。クリスマスソングとかねやれたらいいよね。入り口にさツリーとか飾って。あ、分かった。おもてなししたい。北極からサンタさん呼びましょう。北極からサンタさん